こんばんは、しだねです。今日はですね、先日発売されましたこちらのまさひろ沖縄ジンレシピ2を使用したラモスジンフィズを作っていきたいと思います。では早速メイキングに移りたいと思います。まずはこちらのまさひろ沖縄ジンレシピ2を40ミリたっぷりと加えていきます。でシロップ10ミリですね、はい、レモンジュースこちらは多めに20ミリ加えていきます。そしてアブサンビターズですね。じゃあほんのちょっとですね、まあ、5ドロップぐらいですかね、加えていきます。そして、生クリームですね、たっぷり30ミリ加えていきます。はい、で卵ですね、こちらの卵白を使用していきたいと思います。ちょっとかな、はい、こちらで材料は以上となります。で、卵白をですねちょっとホイップ状にしたいんで、この状態でドライシェイクですねしていきたいと思います。はい、で再度今度は氷を入れていきますね。まあ、一回振ってるんで冷えるぐらいですかね。で、ここでなんですけども、グラスに、まあ、これぐらいの氷を入れたものを用意しておきます。で、炭酸ですねを注いでいきます。半分ぐらいですかね。で、先ほどシェイクしたものを加えていきます。まあ、比重が重いんで、まあ、この状態でもちょっと混ざるっていうことですよね。ちょっと氷もう一個加えていきましょうか。はい、これちょうどいいかなと思いますね。で、最後にシークワーサーですねをすっていきます。いやー、いい香りしてきますね。ちょっとたっぷりいきますか。はい、以上で完成となります。はい、ではですね、こちらの出来たてほやほやのラモスジンフィズを飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、うんまいやー、やっぱりシークワーサーの香りもいいですし、口に含むとそのタンカンの温州みかんのような、あったかい柑橘系も感じますね。で、それでいて卵白を使用しているんでシルキーですね。ぜひバーで試してみてください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。もしですね、こちらの動画を気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またですね、Twitter と Instagram もやってますんで、そちらのフォローもしていただけましたら、嬉しいです。ということで、おやすみなさい。